小学5年生の娘がおります。昨年の5月から続いていた不登校が週に 2,3 日ほど登校できるようになりました。ただ家庭での勉強がぐっと減りました。学校へ行くと疲れるから家ではやりたくない、自分のペースでやりたい、指示をしてほしくないという感じです。これから連続登校をして勉強に意欲的になるにはどうしたらいいでしょうかということですね。はい、まずはですね、もともと不登校だった子が週に 2,3 回登校できるようになった。これはね、すごくいいことだと思うんですよね。で、まあ本当にこのね、ラジオとか YouTube 聞いてくださっている方の中にも同じようにね、不登校が解決し始めたって方結構いらっしゃると思うんですね。で、その時にどのように、これをしっかりね、週5日行けるようにしていくかっていうところをまずお話しします。で、その後どのように勉強にね、意欲的になるかっていうところまで今日はお話ししていきたいと思いますので、今お子さんがなかなかね、学校に行けなかったり、あと勉強がね、まあ、不登校でちょっと遅れ気味になっている場合は、今日の内容をぜひね、参考にしていただければと思います。はい、で、まず最初にですね、今のこの子供の状況ですね、ここからちょっとお話ししていきたいと思います。今これどういう状況かというと、まあ、半年間くらいですね、不登校が続いていたと。で、そこから週に3日、まあ、2から3日登校できているってことは、まあ、一番ひどい状態は脱したってことですよね。ただこれ専門用語で言うと現時点ではさみだれ登校っていう状況なんですよ。つまり、まあ、どちらかというとまだ不登校の中の一種みたいなイメージなんですよね。なので状況は良くなってきてはいるけど、一応まだジャンルとしては不登校の中にいるよってことを最初に覚えておいてください。これが良くなってきているからもう解決しているみたいな発想になってしまうと対応方法を間違えてしまうので、ここだけはまず注意しておいてください。じゃあ次に何をしていけばいいかっていうと、まあ、今回ね、この勉強に意欲的になるにはどうしたらいいかってことで勉強のことまで触れられていると思うんですが、もう結論、今の時点では勉強のことは一切、考えてはいけません。なぜかというと、これ順序があるからです。まず最初はいけなかったと、でも週に 2,3 日行けるようになった。で、その次に週に5日毎日行けるようになって、その上で最終的に勉強頑張れるって、この順序があるんですよね。現時点ではこの週に5日行けている状態ではないので、ここで勉強のことをやろうとしてしまうと、まあ間が飛び級みたいな状態になっちゃいますよね。これ基本的にうまくいかないので、ここは一旦忘れて、まずは週に5日行かせるってところを意識していくってことが、大事になります。ここを間違えて、上の方を目指してしまうと、これ逆にですね、元に戻ってしまう、つまり毎日学校に行けないっていう状態に戻ってしまいますので、これはね、注意しておいてください。じゃあ理想的にどのような流れでやっていくかというところをね、お話ししていきたいと思います。基本的にやるべきことはもうたった一つで、愛情ボロメーターを上げる、これのみになります。これどういう状態かというと、まあまず不登校の状態、まあいろんな理由はあると思います。学校でね、なんかいじめを受けていたとか、友達とのね、関係がうまくいかなかったとか、いろんな理由あると思うんですけど、基本的に子供が学校に行けなくなる理由の一番大きいところは、やっぱ愛情ボロメーターが下がってしまうってことなんですね。で、愛情ボロメーターって何かっていう話なんですけど、お父さんお母さんの愛情が的確に子供に届くと愛情ボロメーターが上がります。僕の本とかの中ではね、仲良し貯金が増えるっていう表現をしています。まあ意味は同じです。で、これが上がると、この上がった分っていうのは子供たちのエネルギーになるんです。行動するためのエネルギーに、だから子供たちはそのエネルギーを使って学校に行ったりとか、ちょっと学校で嫌なことがあってもそれを乗り越えたりとか、さらに余っていたらその余ったものを使って勉強頑張ったりとか、部活を頑張ったりとかってことができるわけです。ただお父さんお母さんがね、どれだけ子供のための行動、子供のためだと思っていろんな行動をしていたとしても、子供からするとそれが愛情と感じられなかった場合、お父さんお母さんの愛情って子供に届かなくなっちゃうんですね。そうするとこの愛情ボロメーターが下がっちゃうんです。本とかでは仲良し貯金が減っているっていうふうに表現をしています。こうなるとどうなるかっていうと、子供たちは行動するためのエネルギーがない状態になってしまうので、朝起きられなくなったり、学校に行けなくなったり、勉強できなくなったり、ちょっと嫌なことがあったらすぐに投げ出してしまったりとかっていうような状況になってしまうんですよね。だから今週に 2,3 日だけ行けるエネルギー状態なんですよ。言い換えると週に 2,3 日だけ行ける愛情が届いている状態なんですよ。ってことはこれ愛情をもっともっともっと届かしていったら、これが週に5日行くためのエネルギーになりますよね。そうなれば自然に週に5日行けるようになります。なので今やるべきことは何かっていうと、とにかく愛情ボロメーターを上げていくってことになります。具体的には、例えばじゃあ子供が好きなご飯を作ってあげたら、子供からするとやっぱ嬉しいですよね。これ愛情しっかり届くので、こういったことしてあげたりとか、あと子供の話をしっかり聞いてあげる。週に 2,3 日といえね、学校に行ったら何かね、悩みとかあると思うので、そういう話を聞いてあげるとか、っていう風にしていってください。
まあ、そうするとどん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 お父さんお母さんの愛情がしっかりたまるようになってくるので、いずれ毎日投稿できるようになります。で、投稿できるようになったら、ここですぐに勉強っていうふうにするんじゃなくて、ここでもさらに愛情バロメーター上げてってください。そうするともう毎日投稿どころじゃなくて、家に帰ってきてももうエネルギーがもう満ち溢れてる状態になるんですよね。こうなったらその余った余力を使って、じゃあ勉強していこうかっていう風に持っていってください。で、ここまでやっていって、で本当にね、愛情バロメーターどん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 上げていってね、で勉強も頑張れるように、勉強にもエネルギー向けられるようになっていけば、本当にいずれねオール5とか学年1位とかを取るってことも全然可能です。まだ小学校5年生なのでね、まだ全然可能ですので、まずはそこまでしっかり愛情バロメーターを上げていく。で、もう本当に余力、もう毎日学校行けるよと、もう何にもやることない、もう、悩みも何もない、だから勉強頑張ろうかなってなってきたら、じゃあ初めて勉強に意識を向けていくっていうふうにした方が、スムーズにね、勉強も意欲的に持っていけるかなと思います。